こんにちは、キーチャンネルでございます。本日はな、刀剣乱舞の連帯戦難易度の難をやっておりまする。10連戦はーい、絶対ね、室内や野戦などで現在の部隊が不得意な合戦場の場合は他の部隊と交代しましょう。いってらっしゃい。多分こうまだいけるんじゃないかな。頑張ってほしいところです。ありがとう清光。栗を差し出せ。さあ俺を楽しませろ。遅い遅い。その腕もらった。攻撃役落としだ。首を差し出せ。どりゃ予想外だったか。ガキだぜ。もらった。よし、オッケーです。ありがとう。次はどうだろう。次野戦だったらやばい。あー来てもうたー、野戦。じゃあ4番隊でいってらっしゃい。力を合わせましょう。ごめん毛利くん、喋ってもうた。またかぶってもうた。忘れる、交代後の出陣ボイス忘れてしまう。もうごめん。でも頑張ってほしいです。長谷部が避けた。どりゃ上ですよ。そこがガラ空きだ。やっちゃいますよ。ダメ刀だからってなめんな。押し切る。可愛くないかが一人いたけど可愛い。はい、次も野戦でお願いしたい。野戦お願いします。野戦でいいです。昼戦これは無理だな。一体いつ舞台だろうこれは。カムイを解き放ちます。皆は続いてください。ちょっとダブったけど、ちょっとだけ静かにしたよ。極めの弾たちでした。やば、相手相手。はい、殴ります。カチ頑張れ。邪道だろうが勝てばいいよね。こてつの切れ味ゴロジロ。斬撃の大嵐耐えられますか。あ、ちょっと待って。これでどうだ。痛いですよ。ほら隙だらけだよ。死にちゃえ。切っちゃうぞ。おっと近づけまい。おな、うん、勝った勝った勝ったからいいです。え、次何昼？よっしゃよっしゃよっしゃ、まだいける、まだいけるよ。馬入れてるんだけどな。上の3人だけ。極めはいいかなって思って入れてなかった。でも高速の子がいないからいけるかな。微妙。はい無理。ごめん。会えないはずだい。噛まれるみたいですよ。じゃあどうだろうが勝てばいいよね。どう、三河の何がいいって目が綺麗だよ。澄んだ目が可愛いんだよ本当に。近づけまい。かっこいい。痛いのはこちら。痛いですよ。ほら隙だらけだよ。死にちゃえ。あとちょっと開いた口。じゃあうりゃ投げ払う。いったけー。うっそやん。あれでーへー。あ、絶対次野戦だ。うわ、室内戦でした。うわ、やべえ、交代じゃん。もうね、第三部隊しか残ってない。いってら。準備はできた。おた、はい、分かった。
トくんでした。ハクトくんかわいい。方言好き。でもサユかわいいだよね。サユかわいい。マジかわいい。黙だ。霧だ。僕の刃受け止めてよ。24時間戦えます。鎌まで通ったぞ。と好きだ。次何？まだ6もあるよ。5か。あと半分。無理だ。これ昼戦だったら絶対負けるわ。ずっと夜でいてほしいな。ずっと夜にしよう。多分ね、ここでまたね、昼戦挟んでくるから、でも一番最初の舞台を考えないとダメだね。ここで、あそこで書いちゃダメだね。やばいやばい。どうしよう。好きだ。そこだね。そこだ。ここが一番の投資得体。最初にさ、朝、夜、甘い。朝、夜、夜だったっけ。好きだ。朝、夜、あと4つ。多分次昼戦だな。もう無理だな、こら。夜だ。夜来た。マジか。多分これで夜でしょ。で、次朝来そうだよね。朝か室内1個来そう。最後室内だろうな。おさよがやばい。ごめんね、おさよ。なんでそう装備取れちゃってるの。死んでよ。かわいい。そこだ。ジャパニーズビジネスマン。うわ、次めっちゃ不安。倒れなさい。倒れろ。次どうなる。あと3つ。絶対昼だと思う。まさかの。ここは絶対無理だよ。内刀かタッチかな。絶対いけないと思うわ。レベルは強いけどさ、槍がいるもん。室内じゃないね。絶対無理だわ。行く？交代できんしね。対戦できんしね。そうか、どうしよう。先にあれをね、出したからダメだったんだろうな。ああ、めっちゃ悩む。とりあえず行ってく？とりあえずダメ元で行っとく。ダメ元で行っとく。行って、これ勝ったら多分次のが見れるでしょ？で、次を見て作戦を立てよう。もうやばい。積んだな、こら。こらこら積んだ。もう前田と左右はもうやられる前提じゃん。半端ねー。正念場だな。ごめんね。痛くないさ。そしてこれが新作の剣。いけ。ここが一番の投資得体。ごめんね、ヤゲー。倒れなさい。槍を倒してお願い。槍から倒せよ、お前ら。目が覚めました。なんか、さよー。わかった。血に濡れたさよもかっこいい。どうなっても知らないよ。僕の刃、受け止めてよ。槍が倒せないで。ここが一番の投資得体。つかまで通ったぞ。倒れなさい。やば。でも勝てる。ダービーですけど、勝てました。勝って、室内じゃない、じゃ。市内戦で次は優先ってめっちゃ怖いね。優先っすか。絶対次室内でしょう。ここめっちゃ難しいね。ちょっと選びどころだ。内刀の脇差し立ちも入れたいけどな。ここでな、投げ方とか入れにくいし、やばい。ちょっとね、見るだけ見たいな。勝って、頑張れ。ごめん。ごめん、しか言えない。やばい、重傷きた。
そこだね。そこだ。みんな頑張ってくれてる。ここが一番の投資どくだい。何から倒して。倒れなさい。強敵ですね。僕を怒らせたんだ。当然だよね。どういう。僕の刃受け止めてよ。どういう瞬間で。しかもむっちゃ耐える。好きだ。さすがさよです。僕の刃受け止めてよ。ジャパニーズビジネスマン。さよさすがです。もう帰るから、もう帰るから。さよさよ、ありがとう。はい、最後見ます。見るだけ見て帰る。絶対室内。ほら室内。帰ろう帰ろう。室内だったから、この4つをね攻略できたらいけると思います。ということで、最後が頑張ってくれたんで帰ります。ありがとうございます。帰る気まんま。で無理。回復したらいける。無理だと思う。でもここで回復使うのもな。でも最後が頑張ってくれたしね。使っちゃう。もったいないか。最後頑張ってくれてるな。最後頑張ったから回復させよう。行ってこい。行ってくる。最後ありがとうね。そしてこれが必殺の結構やりかねね。ここが一番の投資だって。倒れなさい。ありがとう。完全勝利です。いた。ハハハ、俺が鉱石を買ってしまったようだな。あとレベル一つでカンストします。岩投資やりました。これが僕の子供殺法です。はい、当然といえば当然ですよ。めっちゃかっこいいね。よかよか。お前かーい。そうだよね、部隊長だもんね。いやもうこれはさよに誉れをあげたい。さよ強いね。さよ最高でした。はい、ありがとうございました。報酬を見てから帰りましょう。誰が来るかな。ヤゲン。よう大将。ヤゲンも頑張ってくれましたね。俺っち、ヤゲン東四郎だ。頑張っておりました。兄弟。私の舞台、あ、ちょっと待って、ちょっとレベルアップしたよね。二振りぐらい。博多と誰だった？ちょっと見てなかったよ。ごめん。とこんな感じです。はい、いただきました。ということで、さよが今回頑張ってくれたおかげでクリアできました。なんですが、クリアできました。しょぼいとか言わないでください。でも、なんでも私は難しいんですよ。この舞台の編成。もう本当に困る。はい、次も頑張っていきたいと思います。次長男をクリアしていきたいと思いますので、キーチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。